今度は何の用？またブラックアウトを勧誘しに来たわけ？ごきげんよう。え？はあ？郷に行っては郷に従え。日本のことわざでしょ？礼節は重んじなければ。ごきげんようはなかなか使わないかな。うん、そうなの？でもあのお坊さんが日常的な挨拶だって。で、結局何しに来たわけ？決まってます。もちろん、あなたをユニフォーマーズに。あ、やっぱもう無理。いろいろごめん、おばあちゃん。だけど俺、やっぱりヴァンガードが好きだ。でもおばあちゃんのおかげで面白い奴らにも出会えた。本当にありがとう。盗み聞きか？相変わらず趣味が悪いぞ、マサノリ。Stage of Vi Schwartz once again. Review Starlight Relive Booster Pack now on sale. Bushy Road. Vi Schwartz. Hololife Production is back with another big roundup. Expanding Vi Schwartz. Hololife Production Volume 2 Booster Pack coming soon. Bushy Road.この通知。えい。うやば、変なの踏んだ。あれ、消せない。どうしよう。いや、こんにちは、ハロナウォーカー。はじめまして。僕の名前はギー。 AI だ。 AI？ そう、君とお話ししたくてやってきたんだ。なんで、どうして私とお話ししたいの？僕と一緒にカードファイトしてほしいから。カードファイト？うん、僕と一緒にやらない？ヴァンガード。悪い大人と付き合うのはやめな。悪影響しか受けないよ。お坊さんは日本では聖職者だとお聞きしましたけど。聖職者どころか同じ人間かどうかも怪しいところね。で、何しに来たわけ？もちろん、あなたをユニフォーマーズに勧誘しに来たんです。なんで私？才能があるからです。そう言われて悪い気はしないけどさ、別に私はユニフォーマーズになる気ないし。そうですか。話は変わるんですけど。変わるんだ。あの、羽山さんはどうしてますか？どうって？何
何か言ってませんでした？やっぱり戻りたいなとか、誰かに会いたいなとか。本当の理由はそっちか。違うですよ。ついでです。ついでに聞いただけです。なんで一人で来たんだろうって不思議だったけど、そういうことね。だから違います。うららとは絶交したんです。私は仁紀に言われてあなたを誘いに来たの。そういうことにしとこっか。何ですか、もう。なんだ、普通の子じゃん。しっかり変わったね、トウヤ。昔は俺と一緒にブックボス側の人間だったのにさ。ああ、あいつらを泣かせた。でもあいつらはこんな俺を仲間だって友達だって言ってくれたんだ。何それ、泣ける。俺はお前のことも友達だと思ってる。ああ、俺が一番辛い時お前がそばにいてくれた。お前と一緒にいる時間に俺は救われていたんだ。俺もたくさん一緒に間違えた。だからファイトしよう、マサノリ。悪いけど今はデッキ持ってないわ。持ってない？え、ファイトできない？できないね。嘘だ。別に今やれないからって慌てることないでしょ。もう俺たちは渦中にいるんだからさ。全てのファイターを飲み込む大きな大きな嵐の真ん中にいずれ俺とお前の決着はつけるさ、必ずね。言ったな、約束だぞ。必ずだ。やっぱお前みたいなやつお前しかいないわ。クレイの物語？そうなんです。ヴァンガードの魅力はクレイで生き生きと暮らすユニットたちですよ。ユニット同士のドラマがあるからファイトも熱いんです。そうね、私もユニットの物語は結構好きかも。でしょ。例えばダークステイツって文字通りダークな印象ありますけど、実はみんな可愛いんですよ。魔法国家に魔物や悪魔が住んでるだけでもワクワクですし、ゴシックな雰囲気が最高じゃないですか。常世の国なんで、国家の中心部ほど夜が深くて国境に近づくほど。ストップ。あ、その話はまた今度。ほら、地球の方も日が暮れちゃったから。あ、残念です。それじゃあサクッと終わらせましょうか。サクッと？もちろんファイトですよ。マスクスデッキの強さ見せてあげます。私を勧誘しに来たってあれ本気だったんだ。当たり前じゃないですか。こう見えて私ユニフォーマーズの中でも優秀なんですよ。うん、うららちゃんから聞いてる。天才なんでしょ？そんなことないですよ。顔に出るタイプ。こんな感じだけど、マスクスデッキのファイトを実感するならきっと最適な相手だ。ユニフォーマーズは本当に脅威なのか、その本質を見極めなきゃいけない。いいよ、やろう。そうこなくっちゃです。気になるのかい、めぐみさん。私が興味あるのはもう一人の方です。ああ、ハロナか。ギーがその才能を見抜いて唯一直接会いに行った少女。わずか3週間で全てのプログラムを終えてしまった逸材。ゼロから生み出されたユニフォーマーズの申し子。それじゃあ始めましょう。スタンドアップヴァンガード。カルマイヴァンガード。 Your deck will become so 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 much stronger. Festival Booster 2023 Dressed up Lyrical Monasterio members Bushy Road。By Schwartz, join Rimuru to protect what he holds dear as a demon lord this time on the stage of By Schwartz. Booster Pack, That Time I Got Reincarnated as a Slime, Volume 3, now on sale, Bushy Road. By Schwartz, begin a new story with the girls on the stage of By Schwartz once again. Reveal Starlight, Relive Booster Pack, now on sale, Bushy Road.
Vi Schwartz. Hololife Production is back with another big roundup. Expanding Vi Schwartz. Hololife Production Volume 2 Booster Pack, coming soon. Bushy Road.呪覚獣ローテ狂眼獣アマノキーティ。私のターン。呪覚獣カリスにライド。私のターン。狂眼獣アマノクローグにライド。スキルで1枚ドロー。アマノクローグのスキル山札の上5枚から狂眼獣アマノグルジュをお手札に加える。凶悪そうなの持ってんじゃん。可愛くないですか。可愛いか分かってないですね。この子も最初は傷ついた子猫だったんですよ。弱い者同士が身を寄せ合ってひっそりと生きていたんです。でも仲間の命を奪われて。分かったから。お話はまた今度。アマナクローグでアタック。ノーガード。ターンエンド。私のターン。呪覚獣ラティスにライド。スキルで山札からアルピンをコール。ラティスでアタック。ガードです。アルピンでアタック。ノーガード。ターンエンド。大好きなユニットたちが激しくぶつかり合う。カードファイトはいつだってゾクゾクしちゃいます。ハロナちゃんは私が思ってたユニフォーマーズのイメージと違うな。そうなんですか。うん。ねえ、どうしてユニフォーマーズになったの。ギーが選んでくれたからです。ギーが。私、同年代の子とは遊ぶ機会とか全然なくて、ずっと自分と同じように笑ってくれる相手が欲しいって思ってた。そんな私とギーは友達になってくれたんです。私のターン。狂眼獣アマナウォールズにライド。スキルで山札からクリティカルトリガーをソウルに置き1枚ドロー。アマナウォールズでアタック。ノーガード。ドライブチェック。ドロートリガー1枚ドロー。ターンエンド。ギーって本当に信用できるの。え？究極の一戦にたどり着く、その目的のために利用されてるだけだったり。分かってないですね。ギーは私を導いてくれたんです。ギーは本当にこの世界を幸せにしたいって願ってるんです。彼女に迷いはない。だったら私のターン。呪覚獣王マグノリアにライド。いつも通り全身全霊で。スキルで山札の上からエンピックスをコール。野生の知恵を使用。山札の上から3枚捨て、ドロップのアルピンとカリスをコール。マグノリアの4連続攻撃ですね。ご名答。マグノリアでアタック。完全ガード。ファーストチェック。セカンドチェック。クリティカルトリガー。エンピックスのパワープラス1万、クリティカルプラス1。さらにマグノリアのスキルでエンピックスは後列からアタックできるようになり、パワープラス5000。アルピンでアタック。ノーガード。アルピンでアタック。ノーガード。アルピンのスキルバインドしてカウンターチャージ。ソウルチャージ。エンピックスでアタック。ガードです。ターンエンド。こっちはかなり温まってきたけど。そうですね。私もそろそろガチでかまします。私のターン。その目は強調にして、マガマガしき命の散奪者。狂眼竜アマナグルジオにライド。来た。アマナグルジオのスキルで山札の上5枚からマスクオブヒュドラグルムを手札に加える。さらにもう一つのスキル発動。ドロップのクリティカルトリガーをバインド。このターン中、バインドゾーンのトリガーと同じ種類の相手トリガーはパワー上昇効果が無効になる。無効？マスクオブヒュドラグルムを使用。山札の上5枚からアマナグルジオマスクスを手札に加える。うららが言ってたんです、カードの音が聞こえるって。それを知って私ちょっと嬉しかったんですよね。
て。私にも見えるから、カードの輝き。ドロップのマスクオブヒュドラグルムのスキルにより、狂眼竜王アマナグルジオマスクスにペルソナライド。龍珠マーカーを置き、山札からマスクオブヒュドラグロムを手札に加える。アマナグルジオマスクスのスキル発動。アマナグルジオを除外することでドロップのヒールトリガーをバインド。このターン中、バインドゾーンのトリガーと同じ種類の相手トリガーはパワー上昇効果が無効。シールド値もマイナス5000。綺麗だけどそれ以上輝いちゃダメ。クリティカルに加えてヒールトリガーまで。ミザリーウィングをコール、スキルで1枚ドロー。デモンシェリダーをコール、スキルでリュージュマーカーを置く。グングヌラームをコール、デモンシェリダーのブースト、スカルケムダーでアタック。ノーガード。グングヌラームのブースト、アマナグルジオマスクスでアタック。ノーガード。ファーストチェック、セカンドチェック、フロントトリガー、前列すべてのパワープラス1万。ダメージチェック、ヒールトリガー、ダメージ回復。トリガーを引いてもパワーが上がらない。まるで翼をもがれた気分。バトル終了時、アマナグルジオマスクスのスキル発動。後列のリアガード2枚をソウルに入れてスタンドし、ドライブマイナス1。もう一度アマナグルジオマスクスでアタック。ノーガード。ドライブチェック、ノートリガー、ミザリーウィングでアタック。バインドゾーンのトリガー1種類につきパワープラス5000。完全ガード。ターンエンド。ずいぶんいやらしい戦い方するじゃないの。まだまだですよ。私はもっと強くなって、私の憧れのカードファイトを実現したいんです。憧れ？ギーのファイトです。ギーは私の友達で憧れのファイター。ギーのカードファイトこそ私の理想形なの。あなたは？え？あなたには憧れのカードファイトはないの？私はそんなの決まってる。私のターン。呪覚重帝マグノリア・エルダーにライド。兄貴みたいに強い人間になりたかった。スキルでソウルからギュノスラをコール、パンテーロをコール、スキルでドロップからもパンテーロをコール。兄貴に少しでも近づきたかった。だけどいつだって兄貴はどこか遠くへ行ってしまう。だから兄貴と過ごした大切な場所を守ろうと思った。兄貴が残した伝説を守ろうと思った。実力を見極める。甘い。兄貴ならここで完膚なきまでに勝ってみせる。だから私はあんたに勝つ。マグノリア・エルダーのスキルでリアガード全てがパワープラス5000差で、後列からもアタックできるようになる。6連続攻撃、マグノリア・エルダーでアタック。ノーガード。ファーストチェック、セカンドチェック、フロントトリガー、前列全てのパワープラス1万。サードチェック、ドロートリガー、1枚ドローしギュノスラのパワープラス1万。ギュノスラでアタック。スキルでパンテーロにパワープラス2万5000。カード、インターセプト。まだまだ。エンピックスでアタック。カードです。パンテーロでアタック。カード。アルピンでアタック。ノーガード。あともう一押し。パンテーロでアタック。完全カード。ターンエンド。すごい、すごいです。あなたもマグノリアも。でももったいないな。
なればもっと強くなれるのに。私のターン、狂眼竜アマナグルジオにライド。マスクスから元に戻った。スキルで山札の上5枚からアマナグルジオマスクスを手札に加える。その動きはこの子が一番仮面が似合うでしょ。この子のデッキは最高にマスクスに向いてるのです。アマナグルジオのスキル、ドロップのフロントトリガーをバインド。ドロップのマスクオブヒュドログルムにより再びアマナグルジオマスクスにペルソナライド。ミザリーウィングをコール。スキルで1枚ドロー。デモンシェリダーを2枚コール。スキルでリュージュマーカーを追加。アレッサンドラをコール。アマナグルジオマスクスのスキル発動。ドロップのドロートリガーをバインド。これによりクリティカル、ヒール、フロント、ドローのパワー上昇効果を無効。シールドマイナス5000。シールド値が。このためにライドし直したんだ。金縛りみたいに相手の力を封じ込める。これが狂眼。ミザリーウィングでアタック。トリガーが4種類バインドされているのでパワープラス2万。ノーガード。ダメージチェック。トリガーが出たのに。真の強者は勝利への可能性など残させない。アマナグルジオマスクスでアタック。私の勝ちです。ありがとうございました。圧倒的だ。これだけの強さ、もし本当にうららちゃんみたいに短時間で手に入るなら。だったら。めぐみさん来ないですね。ダンジさんもトウヤさんもザクサさんまで来なくなっちゃって、なんだか寂しいですね。そんなしょげた顔しない。顔上げな、リーラ。大丈夫、みんな戻ってくるよ。はい。ザクさん、君も力を手に入れたようだね。目指してたはずのエデンタネの桃、街を泳ぐ
眼竜王アマナグルジオマスカスを紹介するね。自分がバインドしたトリガーと同じ種類の相手トリガーはダメージで出てもパワー上昇が発動できなくて、手札にあってもシールド値マイナス5000されちゃうの。仮面をつけたり外したりしながらバインドを増やしていくんだよ。はぁ、アマナグルジオかっこ